って手渡してつながっていくよ、ほら届いて届いて明日へ。改めましてリングスです。皆さんぶっちぎりキングス、生田目春役鈴代さゆみです。あ、私だ。びっくりした。びっくりした。すごい静けさがあった。あれ私かなって一瞬なっちゃった。ごめんごめん。すいません。皆さんぶっちぎりーティングス。ゆうじゆきの役の長谷川りもです。よろしくお願いします。そしてはい、皆さんぶっちぎりーティングス。もうなんティングス。伊藤もみじ役の中川りかです。よろしくお願いします。かわいい、かわいい。おうかん、そう、リオ様会がね、ちょっとグッときたから。確かに、いいね。すごい、リオ様会よかったね。東京都市コレクションでやってるね、そういえば。ある。実はこれ私、ハルルンが落ちサビのところでやってて、うんうん、振り付けもあった。でも意外と難しくない？これね、なんか確かね、ダンスの先生がね、これをね、うん、なるべくこう、あ、そう、沿わせた方が王冠っぽく見えるよ。確かにね。なんか指つりそう。そうなのこれ。ちょっとぜひ皆さんもやってみてほしい。ぜひぜひ。いや、いいね、このやっぱ映像ありだと ね楽しめるね。まあ、もちろん音声でもあれですけれども。そうだ。あ、見てこれ。ティングス。さらっと来てたね今。さらっと来てましたけれども。ティングス。可愛くない？お揃い。ティングス T シャツを作っていただきました。イエーイ。でもあれだね、実は、うん、そうだ、さらっと来てたんですけど、うん、いつだっけ、ちょっと前にあったあの振り返り特番の時も、うん、実はさらっと3人 T シャツが着てたりなんかもしてて、なんぞやってね。あの特番の映像がね、3人で萌えちゃんだ。そうだそうだ、私とゆうゆとあの萌えぴで、そう、あのちゃっかり着てて何も触れてなかったけど、そうね、馴染みすぎてて、もうそうなんですよ、作っていただきましたよと。ちなみにここの下の長いね、多分なんて書いてあるか分かんないと思うけど、ここは多分ね、知ってたっていう、あの、ね、あれです、原作のあれです、あれが書いてある。 Do you know? って書いてある。あ、そう、飛び切りの魔法っていうサブタイが全部英語になって書かれております、ね、すごいっていう感じで、はい、まあ、こんなね、ティングス T シャツを着て今日はこの3人でお送りしていきたいと思います。シャインポストとは書いてない。お、シャインポストとは書いてない。今気づいた。後ろはね、無地だもんね。 Do you know? だか英語得意な人いない？おっと、おっとっと、ね、あ、もう英語喋れるんですか？すごい。でもここには書いてないね、知ってたのやつだよ。でも最後ね、メイクミアンス、ス、あ、アブソリュートアイドルって書いてある。絶対アイドルにするためのって。あ、そう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 、うん、まあ、ティングスって書いてあるからいいのかね。シャインポストなくて、シャインポストってことでということです。はい、ということでですね、はい、この番組はメディミックスプロジェクト、そんなシャインポストに登場する5人組のアイドルユニットティングスのことを皆さんにもっともっと知っていただくため、ティングスを演じる私たちが交代でパーソナリティを務めます。今回は久々にね、ティングスのみの回でーす。イエーイ、イエーイ、イエーイ。結構ね、8月はゲストさんにお越しいただいたりとかしてて、うん、そうだね、久保田美優さんだったり、あと、うん、野口いおりさんと斉藤キアラさんということで、可愛かったな、イコノイさん。なんかやっぱ萌えぴと、いおちゃんとキアラちゃんのこの3人でラジオみたいな並びも結構珍しかったみたいで、普段お仕事でそんなに一緒にならないのかな。そうそうそうらしいっていうのをお聞きして、なんかそういう意味でもすごいレアな月だったような気がしますけれども、豪華だったね。8月はそんなこともあったり、ネットサイン会もあったり、楽しかった、ね、メールもいただいてるので、後でネットサイン会のお話をしていければなと思います。はい、さてそんな、ティングス会ですが、シャインポストには公式ツイッターもございます。ラジオ用のハッシュタグはティングス会、ティングスは全部大文字で後ろに漢字で会をつけてください。ぜひハッシュタグティングス会を使って番組の感想などたくさんつぶやいてくださると嬉しいです。お願いします。それではそろそろ開演のお時間です。改めましてティングスです。ぶっちぎりティングス。改めましてティングスです。
ングスの鈴代さゆみです。あれあれ鈴代さゆみです。改めましてティングスの長谷川梨萌です。改めましてティングスの中川梨花です。自分の名前噛むことはない。ある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 。たまに長谷川梨萌どこ噛む。長谷川梨萌です。なちゃん長谷川梨萌です。かわいい。中川中川梨花です。中川中川中川梨花です。中川長谷川長川かわいいな。宮本みたいなノリで、ね、宮本さんでいうところの、まあ、そんなことはさておき、ここからは皆さんからいただいたメールをご紹介いたします。はい、じゃあ私からいこうかな。お願いします。はい、会社員ネームタヌパパさんからいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。推しが社員ポストで声をやるということで、うん、普段アニメを見ない人間の私は不安だったのですが、いざ見てみるとキャラが個性的で可愛い、色彩豊かで美的感覚が養われる、美的感覚、アイドルを推すということの疑似体験ができる、そして何より毎週のように推しの声が聞けると精神衛生上いいことしかないと気づきました。おそらく彼女が演じなければこのような経験はなかったと思います。なのでものすごく感謝してます。リカちゃんいつもありがとう。あ、嬉しい。ラブレターでした。ラブレター、タヌパパさん、タヌパパさんからのラブレターです。嬉しい。いやー、でもそうだよね、うん、なんかやっぱ毎週決まった時間にさ、うん、まあ、結構その放送状況的にあの違う時間帯ありますけれども、うんうん、なんか絶対まあ聞けるじゃない、基本。そうだね、推しの声が、うん、嬉しいのが、うん、やっぱり私普段あのアニメ関連のお仕事って社員ポスト以外にあんまりないから、うんうん、私を応援してくれてるファンの人もアニメをやっぱりあんまり見ない人が多かったりする中で、うんうん、こうやってたまたまね今回出演が決まって、それきっかけでファンの方もアニメ好きになってくれるのはすごい嬉しいなって思う。だってやっぱりひかりのね追いかけてった先にあったものだから、うん、なんだろうって言って言ったら楽しいって、そう、ね、楽しんでもらえてるの嬉しい ね美的感覚養われてる、養われてます。色彩豊かで美的感覚それはもう確かに絵が可愛いから、まあ、ね、カイさんのスタジオ、カイさんのおかげで語彙力がすごい。確かにあ、確かに、ね、色彩豊かだなって思いながら見ることあんまない。ない。いや、いや思うけど、ね、思うけど、ね、色彩豊かだな。ね、改めてね見ると確かに実写のドラマで思わないもんね。そうだよね、色彩豊かだな。確かにアニメーションならではなんかね。そうだ ねちょっとやっぱ誇張してたりする部分はあるだろうから、そういう意味では本当に社員ポストは彩りもねすごく鮮やか、色彩豊かで、ね、色彩豊かです。ありがとうございておりますありがとうございます。嬉しいね、こうやって輪がどんどんね、嬉しい、ありがとう。じゃあお次、はい、会社員ネームひろとさんからいただきました、うん、ありがとうございます。はい、皆さんぶっちぎりディングス。先日はネットサイン会お疲れ様でした。来たよ。配信で見たり現地で観覧したりしましたが、同じサイン会でも皆さんそれぞれの個性が出ていて見ていてとっても楽しかったです、うん、ああやって近い距離で作品のことやご本人のことなど聞ける機会は貴重なので参加できて嬉しかったです、うん、また開催された場合はその時も参加したいと思います。改めてありがとうございましたとのことです。ありがとうございました。ね、そしてサイン会についてさゆみたんの方にもお便りしてますね。そういただいておりまして、うん、会社員ネームムオンさんからいただきました。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。パーソナリティの皆さんこんばんは。こんばんは。先日のサイン会お疲れ様です、私は夏吉さんの会に参加しました、うん、夏吉さんがサインを書きながら語ってくれたリオに対する熱い思いや時には楽しそうに歌っているのを聞けてとても楽しかったです。また個別で話せない分一人一人にレスを忘れない夏吉さんを見てますます夏吉さんとリオのファンになりました。サイン会に限らずまたティングスのイベント期待してます、うん、ということで、確かにちょうど特にゆうゆの日は、うん、まあ、リオちゃん会が終わった後だったから、うんうん、こうやってね声優としての生のなんか声を聞ける場があったっていうのはすごい激アツな日だったと思いますけど、うんうん、すごい。サイン会ね、そう
はやめさんもゆうゆうと一緒、同じ日にちで私たちのそうだね、タワレコ新宿さんでやって、うん、その前の日にね、そうゲーマーズでね、あと萌え人さんに、そう、うん、もうさ自分たちがやる前萌えちゃんのあの見た YouTube 見ながら、そうだったんだ、家で見てどんな感じか勉強していこうって思って、確かに確かに、アーカイブがね結構次の日の正午とかでだったから、割れちゃうからね、割とねレアな感じだったんだけど、いやなんか書きながらさやっぱり喋るのって難しいね。ね、本当にそうだよね。間違えそうになっちゃうからさ。お名前があってなるよね。そうそう。聞きたかったんだけどさ、何枚間違えた？え、私間違ってない。嘘。待って、三枚間違えた。間違えたっていうかなんか三位勢い余ってなんか、うん、飛び出ちゃってみたいな。あ、それってさその場でもう一回、あごめんもう一回僕。うんうん、なるほどね、さらっと裏で直すんじゃなくてちゃんとその場で、うんうん、その場でやっちゃった、その場でやったゼロ、待ってゼロ、すごい、さすがだよ、そう、うちのりかはうちやっぱりできる子だよ、なんかね意外と間違えないで、間違えそうにはなったけど間違えない、間違えない、すごいすごいね、だからサイン中ちょっと無言になっちゃったりしたけど真剣すぎて、確かに、何枚間違えた何枚間違えたんだろう、なんか前に他の作品でサイン変えた時はあんま間違えなかったんですよ、うん、それこそなんかスペルとかも間違えてかけてたんだけど、うんうん、なんか今回めちゃくちゃ間違えちゃって、緊張してたのかな、なんだろうね、いや多分ずっと喋ってたからかもしれない、あーやっぱ喋りながらね書くと、いやでもみんなそうだもんね、多分ね2桁いってると思う、おー、すごい、2桁 12、3枚間違えてる気がする、おお、なかなか、おお、これはちょっとやばいなって、なかなかのマジ思ってたより多かった、そうそうそう、なんか同じ人で 2,3 回間違えちゃったりとか、ああ間違え出すと ね、でもさ、うん、もう一回書いてもらえるって思ってファンの人的には嬉しいじゃん、だったらいいんだけどな間違ったやつもきっと欲しいって思ってるかな結構なんかサインの形を取るのが難しくて私、うんうんうん、あ自分のそう、うんうん、なんかちょっとここのなんか 丸っぽくしたい部分がちょっと変にょんみたいになっちゃうって、どんな感じだっけ、広なんかね、さゆみって書いてあるんだけど、アルファベット、そう、あ、なんかあこのね、さゆみの S のこの下の部分と A の部分つなぐここが絶妙なバランス、なんかこうなるときとなんかなんだろう、丸っぽくなるときとふにょんみたいななるときがあって、サインで噛んじゃうのか、そういうことか、サインで噛んじゃうんだ、すごい初めて、じゃ間違えない、間違えないというか形を間違えることはない、あでもうまくいかないときあるよね、そう、しっくり来ないっていうときと、キュアーマーかけたなみたいな、そうなんか一枚一枚ちょっとずつ変わっちゃう、世界に一枚しかない、そうそうそう、逆に味として、うん、もうリモンって書いてあるリラガナだもんね、え、サインってどうやって考えた、私高校生の時に、うん、漢字がいいなってまず最初決めてから、それはなんで漢字が良かったの、え、なんか結構あのリカって響きだけだって結構いるのお名前的に、あ、まあ、確かにそうかもね、でも漢字でなしに花ってあの私の漢字で書くリカはあんまりいなかったりするから、確かに私会ったことない、うんうん、ね、あんまりいないよね、だから漢字にしようって思ったんだよね、うん、リモンは芸名は普通に漢字だけどサインがひらがな、ひらがなもん、これあ、リモン絶対やめるリモンわかる、そう、なんかもう最悪見なくても書けるサインにしようと思って、見なくても書ける、どういうこと、目つぶってってこと、わかんない、サイン書いてもやったことないんだけど、多分せっかく会えるから目見て喋りたいと思って、なるほどね、そこまで考えてるのすごい、えらー、ね、でもあれだよ、私あのこの前のサイン会あの、うん、お名前にさんつけたでしょ、みんななんちゃらさんつけたって言って、うん、私全員呼び捨てて書いちゃった、何なにえ、でもさ私リモモンのもさ配信で帰り道見ながら書いたんだけど、うん、その方が良かったなって思った、なんで、いやだってさ、なんかそのペンネームにちゃんとかくんとかついてる方も結構いて、確かに、そうそうそう、で多分呼び捨てで呼ばれる方がグッとくるって方もいるじゃない、あ、なんていいこと、もうフォローありがとう、ね、いやいや、だからもうリモモン逆に呼び捨てなのいいなって、なし数枚書いた時点で気づいてる、あ、やばい、寒い寒い、どうしようどうしようみたいな
今から帰るのもな、そうそう、全部に後で三三三って書いてくる。そういう意味ではなんかゆきねちゃんっぽさはあるよね。あ、そうだね。私様が書いてやっているのだって言って。フォローがうまい、みんな優しいでしょ、みんな。優しいんだ。確かに結構個々でなんかカラーが違ったような気がしますけど、ね、楽しかったね。またやりたい。楽しかったね。またやりたい。なんか一斉に5人とかでやるのもちょっと楽しそうだけどね。確かに。じゃあ次何々さんでこうなんかそれぞれこうカメラ変わりながら書いていくみたいな、うんうんうん、楽しそうね。萌えちゃんが間違えて変な声出すのもリアルタイムで聞きたい。あああああああアヒルっぽい感じ。萌えぴサイン会でもそういう声出す時あんのかな。私見てた時は出てなかった。私もなんか、ちょっと聞いてみたいな、ね、あのあれをぜひ、ね、みんなに聞いてもらいたいとか、ね、あっていうアヒルさん、アヒルもえぴよということでたくさんのメールありがとうございました。ネットサイン会もねありがとうございました。ということで本編の方はいよいよ今夜がテレビアニメ第8話の放送でございます、うん、ではあらすじ読んでいきましょう。あの頃に戻りたいと思ったことなど一度たりともない。そう春たちに言い放った雪音。彼女は思い出していた。かつて同じ青春と夢を共有する5人だった。ティングスだった。あの日のことをキャラ変わってる。その頃ティングスは初の全員揃っての楽曲 Be Your Light に苦戦していた。そんな中リーダー的な存在としてグループを引っ張っていた雪音、努力の甲斐あってついにダンスの合わせが成功する。だがほどなく彼女は春にまつわる重大な秘密を目にしてしまい、8話です。で、ゆきねたんだったんだね、セリフ。あ、そう、でも全然ゆきねっぽくできなかった。新キャラ来た。新キャラだったね、誰だ、誰みたいな。6人目のピングスだった。いやー8話ですよ、もうね来たね。ちょっとなんか確信じゃないけどさ、ね、なんかもう物語がもう一個動き出す感じだ、ね、そうだ ね、うん、全体のというか春にまつわる重大な秘密。何を隠してるの。秘密なんてないよ。何を隠してるの。秘密なんてないよ。しかもここでやっと Be Your Light がいやーねーやっと出てきます。これ、まあ、もちろん初見の方もね楽しんでいただけると思うけど、もともと Be Your Light を聴いてくださってた方も、うんうん、きっとまた違った見え方になるんじゃないかなって、ね、ここでつい見れるかな、ね、はい、ということで、はい、第8話ギヨンジユキネは許せない、ぜひお見逃しなく。はい、さて次回のふつおたのメールテーマは中秋の名月です。そして新たに今の季節旬を迎えるリンゴについてのメールも募集します。あ、美味しいよ ね、 ね、あなたのお気に入りの銘柄や食べ方のアレンジ、こんなリンゴのお菓子やリンゴの料理が好きなどいろいろ教えてくださいね。普通とはメールテーマ以外でももちろん OK です。私たちへの応援メッセージや質問も大歓迎ですよ。ぜひたくさん送ってみてください。以上普通とのコーナーでした。改めましてティングスです。ティングスの名ゼリフ劇場。このコーナーは皆さんの考えてくれた名ゼリフに私たちティングスのメンバーが挑戦していきます、うん、さて今回のセリフのテーマは夏休みの最終日の一言。さあ一体どんな最終日だったのでしょうか。もうね確かに9月ですから、ね、もう終わりだ、ね、終わりですよ、終わっちゃったよ夏休み、はいはい、私から行こうかな。お願いします。よ、ラジオネーム推しメンスキピオ推しバトヌスウォレットさんからいただきました。もうこれでメール終わってもいいぐらいの威力があるけれど。なんて参ります。はい、よし、宿題は最初の授業の時までに終わらせよっと。以上です。ちょっと甘噛みしたようになってたでしょ。そうそうそう、今絶対気づかないと思ったでしょ。気づいてしまったよね。バレたなえ、最初の授業の時までに宿題を終わらせよう。え、そういうタイプだった。なるほどね。いや、うん、最終日に全部やるタイプ。すごい、すごい。なんかリカリン結構もう前もってやってるタイプかと思ってた。いやいやいや、答え見ながら。
いやでも間に合うんだよ、頭いいから多分。間に合うことか。全部見なくても。いやあの一番厄介なの算数とかさ、うん、数学とか途中式書いてないとさ、怒られるからさ、なんでこれになったのみたいなやつね。そうなんでって最悪って思いながらやるよね。そうやってた。どうだった、最初にやっちゃう。いやもう最終日タイプかな。夜中までこうやっちゃうよね。やってもうあーみたいな感じでやってたけど、始業式寝不足だよね。いやーかわいいんだ。起きれないまである。あ、なんなら一周回ってガンガンに目がなんかもうギラついてる。確かに充血してエナジードリンク飲んでいく。そうそうそう。今は私夏休みの前に終わってた。え、前に、なんかもらったら速攻でやって配られた瞬間にだ。偉くない？偉すぎる。なぜ？でもやりたく、なんかあの後にやることが残ってると休めないタイプなんだよ。なんかちょっと追われてる感になっちゃうんだね。だからやらなきゃいけないこと終わらせないと楽しめないから。いやもうすごい人ができすぎてる。え、じゃあ何あれ、なんか締め切りとかあるじゃない、うん、結構やっぱこういう業、うん、なんだろう、業界的に、業界的にもあるじゃない。そこ何時までこのチェック、原稿のチェックとかももう来たら即公開したい。うわ、もう社会人としてもできてる。本当に素晴らしい。 うちらはさ、何日までって言われたらさ、この日の何時までですかみたいな。最悪何時までに送ればいい。5日までとか言われたら、5日の23時59分までですか、午前中までですか。確かにあるよね。12時まであるよね。私ほんとさ、例えばじゃあ8日の12時までにくださいって言われるじゃん、うんうん、でもなんかもらった段階で8日までかと思った結果、うんうん、12時までっていうのを忘れて8日に送る、夜とかに送って、いや過ぎてますよみたいなことが結構あったりとか。あとなんかやっぱその23時59分までって思ってたら、うんうん、マジで23時59分に送ったこととかもあんの。本当に最悪の、良くないと思う。本当に見習いたい。ねえ、偉いね。ごめんなさい、アツビジョンのデスクの皆様、マネージャーの皆様、この場をお借りしまして本当に申し訳ございません。私もサンミュージックの皆さん、すいません謝罪会見反省しております。ちょっとだから最近は絶対になんか締め切りのなんかスケジュールとかになんか1日早く設定して、あ、偉い、あ、偉い、偉い、そういう努力をするのも偉いよ。すごいなんかいいやつみたいになってるけど、良くないんですよ。そもそも遅れんなって話だから。本当に申し訳ございません。皆さん宿題終わったかな。あったかな。もしかしたら終わってないまま9月迎えてる人いるかもしれない。やばいよ、怒られるよ。やろうね。これを見たらすぐに取り掛かってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次私行っていいかな、はい。会社員ネームニキさんからいただきました、うん、ありがとうございます。夏休み最終日の一言、今日の日付は8月 31.99999999 日。俺の夏休みはまだまだ続くんだ。もう往生際が悪すぎるな。どういうこと。999 終わってるよ。もう終わってる。終わってる。終わってるからそれ。PS ネットサイン会本当に楽しかったです。夏休みの楽しい思い出になりました、ということで。ありがとう、ありがとう。夏休みの思い出、ね、終わらせたくないね。999 会社員ネームひろみくんからいただきました。ありがとう。夏休み最終日の一言、うん、いやー、夏休み最高だったな。明日からもう学校か。ねえ待って、え、これって絶対、だってだって宿題終わってないよね、助けてー。何今の可愛い生物。いや、これあれだよ、ノエピのさ新曲、好き好きじゃない。ノエピ推しだ、絶対ノエピー。代わりに読ませていただきましたが、いや、かわいい、助けるじゃない。ひろみくん考えてくれたの、天才じゃない、これ天才すぎる、本当にね。宿題やっぱ終わらないんだって。みんなもえびに言ってほしい。もえびにも言ってほしいな、ね、これちょっと来週まで引き継ぎたいですね、このメールをね。再度ご紹介、まあ、次回ね、もえびが出るまで、もえびが出てくるまでこれ引き継いで。10月とかになっちゃったらどうしよう。やばいね、夏休みどころじゃない。もう新曲出てるかもしれない。今これが最新です。そうだね、はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。素敵ですね。じゃあもう一室いきますか、うん、はい。会社員ネームマヨネーズ原子さんからいただきました。どうしたどうした。2学期から受験勉強で忙しくなりますね、うん、先輩の最後の夏休み
今日だけ私にくれませんか。あげるあげるよあげるよ。なんだあのあげるよ先輩一味一人ずつあげるよやばい、いいね。最後の夏休みくれませんか。何それ、何それ、なんかいいね。学生の恋愛って大人の恋愛にはないこうキュンキュンがね。何あ、来年の最初の春休みもらってよ、うわみたいな。いや、いけんね。いや、ごめん、こうやって言ってくれると思わなかった。ちょっとなんか途中まで言ってから、これ絶対良くないやつと思って。良くないやつ言おうとしたの。準備しちゃったけど。本当、うん、本当よかった、優しい人たちです。優しい人たちです。寒くなりそう。言いたかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次私行きます。はい、会社員ネーム中二中年さん、ありがとうございます。ありがとうございます。夏休みの宿題終わったって言いたかったなんだ、待ってないんかい。拍手しちゃったよ、ちょっとやめだ、みんな宿題やっと来てくれたと思って、ね、やっぱ皆さんこういうタイプが多いんですか ね, ね、頑張っていきましょう。頑張りましょう、はい、さあ最後いきますね、はい、会社員ネームはるなちゃんからいただきました。どう、夏休み最終日の一言。はあ、今年も真っ黒だ。来年こそは日焼け止めちゃんと塗って色白で過ごすんだから。わかるいや、あのね、リモもんね、すごい偉いんだよ。日焼け止め対策すごいよね、うん、するすごいね。ちゃんと腕とかもさ、なんて日傘さすし、アームウォーマーするし、アームウォーマーするし、でめちゃめちゃ焼けるよ。いやいやいや、白いから。白い白い白いよね。白いけどきっと焼けやすいタイプ。焼けやすい、もうだからか、一瞬で黒くなるから。わかる。でも日焼け止め塗るのってめんどいんだよね。嫌だよね、ちょっとベタベタしちゃうから、うん、そう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 。確かに、私なんか汗で流れちゃってさ、うん、もう一回つけるとかもなんかちょっと ね、 そうね、お肌にね、よくないよね。塗り直し問題一生だよ ね、 ね、確かに。いや、リモも見習って私も日焼け対策来年からしたいと思います。ありがとうございましたというわけで皆さん、お便りたくさんありがとうございました。ありがとうございます。このコーナーでは皆さんの考えてくれた名台詞に私たちティングスが挑戦します。はい、現在募集中のテーマは孫からの一言と頂上からの一言です。うん、山の頂上を思わせる一言、人生の高みに上り詰めた王者の一言など、そこからしか見ることのできない景色を想像させる一言をお待ちしています。可愛いです二人が以上、ティングスの名台詞劇場でした。お送りしてまいりました。改めましてキングスですも、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。うん、第33回、久々のキングス会どうだった？楽しかった、楽しかった。 T シャツこれからね、いっぱい見る機会あると思う。そうだね、基本ね、そういう感じなんだと思います。では最後にここからはお知らせをさせてください。はい、まずは放送情報です。はい、テレビアニメ社員ポストは毎週火曜深夜、日本テレビアニチュー枠にて、毎週木曜 BS 日テレ ATX にて放送中です。今夜は第8話の放送です、ぜひご覧ください。はい、続いて楽曲情報です。私たちキングスの楽曲 Be Happy Time、 東京私コレクション、 Be Your Light、 ワンダースターターの4曲と、絶対アイドルホタルのスイートサレンダー、プレリュードの2曲が Apple Music や Spotify など各配信サイトで配信中です、ぜひ聴いてください。そしてテレビアニメ社員ポストのオープニングテーマ、エンディングテーマが収録されたシングルが現在好評発売中です。なんかニヤニヤしてるぞまた10月26日にはティングス、ハイレイン、ホタルの曲が収録された収録されたアルバム、うん、社員ポストキャラクターソングコレクションも発売となります。うんうん、テレビアニメの挿入歌として流れた主力の楽曲がたくさん詰まっていますので、ぜひこちらもお手に取っていただき、たくさん聴いてほしいです。続いて原作情報です。原作小説であるラクダ先生のライトノベル社員ポスト、ねえ知ってた？私を絶対アイドルにするためのごく普通で当たり前なとびっきりの魔法は現在第3巻までが好評発売中です。こちらは月刊コミックアライブにてコミカライズも好評連載中です。どちらもぜひチェックしてください。はい、そして最後にゲーム情報です。9月15日から18日まで幕張メッセで開催されます東京ゲームショー2022にて社員ポストの出展が決定しております。
ブース内では社員ポスト TGS2022 来場記念グループショット撮影会と題して、ライブ会場での特典会のように好きなキャラクターたちと記念撮影ができます。また9月18日のコナミブース内のステージにてトークイベントも開催予定です。出演は生ため春役私鈴代さゆみと、西武リオ役夏吉優子ちゃん、そして伊藤もみじ役中川梨花ちゃんでございます。さらにスペシャルゲストの参加も決定しておりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。最新情報などは随時社員ポストの公式ツイッターでお知らせしていきますので、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。お願いします。はい、次回のラジオは9月13日火曜日配信です。メンバーは引き続き私たち3人でお送りしていきます。ぶち切っていこう。そして番組では皆さんからのお便りを募集中です。ティングスの名台詞劇場では皆さんの考えた台詞を募集中です。次回のテーマは孫からの一言と頂上からの一言です。いろいろなシチュエーションでの台詞をお待ちしています。そしてティング失礼しましたティングそして TINGS 作文へはティングスの頭文字を使ったあいうえお作文をお願いします。質問会はメールテーマのリンゴの他に、私たちへの質問や応援メッセージ何でもお寄せください、番組でお便りが採用された方にはティングスステッカーをプレゼントします。ご希望の方は必ず住所とお名前の記載をお願いします。はい、ということでそれでは改めましてティングスですの公演はここまでです。お相手は生ため春役鈴代さゆみと、キヨンジュウキネ役長谷川梨本、伊藤もみじ役中川梨花でした。ぶち切りティングス。ここからはアーカイブをご覧いただいている皆さんだけにお届けするおまけコーナーです。本編も緩かったけどより一層緩くお届けしまーす。今回は久々にね、ティングスメンバーだったけれども、この3人ちょっと最後にね、最後になんか出てたよね、ポーズが特に打ち合わせも何にもしてないんで、ごめんね、積もっちゃった。これはあれですよね、ビーハッピー、ビーハッピータイムの時の振りで、H ですよ、こういうのが。そう、でもさゆみさん割と指先がすごいさ、おちゃめなこと多いよね、なんかどうしたのその指みたいな、なんか振り入れしてるとなんだっけ、ね、細かいやつが結構多いから、え、結構なんだっけ、私コレクションのさ、なんかまゆちゃんとさ、こうやってなんか、シーフェになって、キラキラ目元いいですか、なんかこんなになっててさ、最初は待って、それこういう感じになってたんだ、パリピミイエーイみたいな。これが、これ、なんかこれでしょ、多分こうだよね、うん、そうだよね、この、あ、そうそう、社員ポストみたいなポーズ。え、なんかこの間のサイン会の配信見てたら、もえぴがありがとうございますって言いながらこれやってたの。あ、やってた、やってたよね。でも途中からこれになってた、マジで間違ってたのかな、え、こうなってたの、え、そう、これやってたの、このパリピポーズみたいなのそう、やってた、やってた、え、それあったっけなって思いながら、結構出せだけど途中からこれになってた、あ、やっぱね、でも分かんない、もしかしていろんなポーズをやってたのかも、意図的にね、わざと、うん、あ、なんかさえちゃんならありえる、確かに、ね、そうだね、え、なんか新しいポーズ考えよう、え、どうする、何がいいかな、え、ちょっとね、何それ、怖くないこれ、あ、お金みたいなマークになってる、あ、でもなんかあるよね、こういう、あ、ある、あ、振りあるよね、こういう振り、あ、こうじゃない、ある、あ、そうだ、こうじゃない、狐みたいな振りで、あの、これはこれも東京私コレクションコレクションの2番のサビの振りで、手がね、実はこうなってて、上に行くときこうなってるよね、あれだ、でででででででえ、そうだよね、ほうじゃないの、でんでんでん、ちょっとまずいですこれは、ね、あれれれそう、まあ何が言いたいかというと、そう、指先はね、指先見てみてくださいっていう話です、お願いします、お願いします、こだわってるからね、はい、ハッピーハッピー、まさかおまけコーナーこれで終了ゆるっとしてるので大丈夫なのでは、以上おまけコーナーでした。せーの、ぶっちぎりティングス